目の前に現れる大きなハマグリの中には貝柱が。願いの水を注ぐとおしぼりに変化します。ここで手を清めます。お盆を回す楽しい運試しです。ご縁がいいと鳥居が見えます。貝の中から一つずつ願いを込める素材を選びます。これは色みくじです。ご縁を高める色を教えてくれます。うちでの小槌で願いを込めます。最後に巫女のかんざしの鈴でまじないをして儀式は終了です。色みくじと選んだ素材を組み合わせて思い出を固めます。これであなた専用のお守りの完成です。